つけ。はい。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。林体操教室です。今日はちょっとね、なかなか需要は、小さい子たちはあまりないんですけども、バク宙の、解説していきたいと思います。じゃあまあ早速ね。まずやり方から。手をまっすぐ横1、2で準備して。3で真上にジャンプ。ただまあ真上って言うんですけど、まあ、若干気持ち斜め後ろぐらいジャンプします。でジャンプしたら手は横から持ってきて、まあ、膝の裏ぐらいね、この裏ぐらいを掴んで、まあ、両方です。掴んでキュッと後ろに回ってきます。ただその時に顎がねこうグッと上に上がっちゃうと回転止まるので顔は返さない。今ね、こうやってね、やったみたく、体がこう、ただ後ろに離れて、これもね、ダメです。回すときには、どっちかというとね、体を倒して回すと、上半身が下の方に行って、落ちながら回ってしまうので、お尻を上に上げるようにして回してください。わかりやすくとね、逆上がり、鉄棒での逆上がりって、まあ、お尻ね、ぐっとね、上げていくイメージなんですけど、それと、まあ、同じような感じで、お尻を上げて後ろに回る。というやり方です、中外。で、早速、やっていきましょう。じゃあ、まあ、とりあえず補助ついてやります。はい、どうぞ。うん、まあまあだね。すっごい手。さあ、映ってからちょっと。うん、ね、はい、いくよ。飛べてない。最初の飛び出しが、後ろに行き過ぎちゃってる。もうちょっと斜めに狙って顔返さない。もうちょっとっていう感じで、やっていきます。で、今ね補助こうやってついてるんですけども、もうこれある程度回れるようになったからこうね片手で済んでますけど、実際ね初めて回るとかってなると、がっちり両手で掴んで、はいよ、まあ、どうなってもいいようにね、こう支えれるぐらいにしてやってあげないと、危険です。なので、これからね、まあ、やる側じゃなくて、こう補助をする側の人もちょっとね、あのいろんなね補助の仕方があるので、これもね参考にしてみてください。じゃあ最後にあと1回、よいしょっていう感じで、中外の練習していきます。なかなかちょっとね補助できる人がお家にいないと、危なくてね練習ができないとは思うんですけども、まあちょっとねそのバク宙のイメージとかをねつけるのに、参考にしていただけたらと思います。以上で、今日の、バク宙ちょっと短かったんですけど終わりたいと思います。気をつけ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また今度。また今度。 I want the one.